トムヤン君とかカニの炒めとか、あと上澄みだけをスープに入れたりとかもしますけど、このメーカー一番お気に入りです。八本チャンネル、はい、今回はホイライパットラッパー のバジル炒めバジル炒めなんですけど、今回チリソースです。ダンプリックパオっていう干しエビとかいろんなハーブを混ぜたチリペースト、これのバージョンでご飯に合います。つまみにもなりますけど、チャンネル登録お願いいたします。よろしくお願いいたします。早く入れないと、あれ結構ね硬いんで、だから最初に入れます。こちらですね、あさり一回火通してあるんですけど、このホイライパッタのホイは貝で、ライはこの貝のね筋ですね、この縞模様をライっていうスタイル、だこれもライだし、皿のこれもライです。この線は、はい、同じ砂糖なんですけど、ライ。これもライ。あ、あとはちょっとね、煮込みします。これいろんなメーカーがあるんですけど、これはトムヤン君とか、あとフーパッポンカリーのカニの炒めとか、そういう感じで使うやつ、あと上澄みだけをスープに入れたりとかもしますけど、このメーカー一番お気に入りです。ハイパーはね、コクがすごい出るんですよ。で、これも断然このタイのバジルを入れたら美味しいですね。はい、これはナンプリックパオチーソースとバージョンですね。はい、おかずになります。あれだけクリスピーなカリカリにできてるやつはないですね。うん、他には。なるほどね。はい。そういうのが美味しい。おお。そんなの見たことない。
まあ、うまい。